コメントよかった、ありがとうございます。緊張した。 YouTube ユミヤンさん、お誕生日おめでとうございますよ。よいしょ、ユミヤンさんおめでとう。イエイイエイ、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。こんばんは。今村美月生誕祭2021当選した男に、そうなんですよ。実は今日こっちの My birthday anniversary ライブのライブの が出た日なんですけれども、大学生してない、22時までバンド練してました。あ、ピコさん誕生日おめでとうございますそう、なんかなんだっけあの、なんだっけ、なんていうんだっけ、リップしようかなって思ってたんですけど忘れてたちょっといろいろやることがあって。 YouTube で誰この可愛い子ってコメントが結構流れてた。本当ですか。クッキータワー、ジェポンさんが4周年でもライブされるんですか。どうだろう。ジェポンさん、クッキータワーありがとうございます。もももも、ありがとう。コメント欄、みちゅうとか可愛い時結構あった。ほんと？ YouTube のみちの顔面コンディション良かった。イエーイ。マカロンタワー初めて見たかも、このタワー。え、これも、本当だ、マカロンだ。ありがとうございます。イェイ。ありがとう。船で最後にスタジオ見れるの嬉しい。ありがとう。本当に、皆さんに、見られるあのスタジオ公演初めてだから、前半ブロックがとてもとてもしんどいんですよ。もうね、あのすんごい怒涛のダンス曲メドレーだから、もうなんか顔が死にそうで、それを皆さんに見られるのが不安。うん、前髪に生きてほしい。そうなんよ、最近すぐダメになるんですよね。どうしたらいいんだろう。こんばんは。今日朝に
誕生日の方いたんだけど、ジェイポングさんありがとう。ありがとうございます。お、ジュリーさん行きます。ジュリーさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ジュリーさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。この方はね、船が岡山に泊まった時に会いました。おめでとう。エドワード、うん、わあすごい。エドワードさんありがとうございます。じゃん、 Thank you。 ありがとう。4周年行けなくなって申し訳ありません。当たらなかったんじゃなくて行けれんくなったん。めっちゃかわいい。イエーイ、おだいりなさんのアバターで言われた。わーい、わーい。ごめんなさい、あんまりコメント見れてない。復興配信の未知のコメント、昨日配信でも少し話してたよね、大事なお話。そう、こんばんは。感謝を感じる日でしたね。受験です、ありがとう。うん、4周年も生誕祭も、お、生誕どうでしたか皆さん。と言いながらちょっと鼻音が。今年も生誕祭当選しました。運営さんとお話ししてくれたおかげです。ありがとう。生誕祭ワクワク。サンプラザ当たる予感しかしてなかったから、落ちちゃった人めっちゃへこんだ。落ちちゃった時めっちゃへこんだ。サンプラザね、私も皆さん来れるもんだと思ってた。さやかりに自分自身を追い込まないでゆっくり休んで戻ってきてねとお伝えください。はい、当選しました。もっと喜んだ語尾にしてよ。生誕は配信祭で、そっか、遠いしね。
りました。泣いてる泣いてるっていうのはさ、泣いてないあの悲しい方ってこと？たった当たると思ってなかったけどめっちゃ嬉しい。当選しました。当選センターさんに当選しました。センターさんに当選しました。当たってた、当たってたような気がする、うん、生誕当選しました。月末に今月2回目の広島が、皆さん当たってる。でもなんか見てもカラコンしてないよ。色違いますか？なんかね、いつも聞くというか、いつも聞くっていうか、なんて言ったらいいんだろうな。そう、私をしてくださってる方がいっぱい当たってて、おいで、おいで、おいで、なんて言おうとしたんじゃろ船の席数考えると快挙。そうなのか。あ、なんか最近はあんまり来てなかったっていう方も結構来るって言ってたのが多かった。一人とかじゃなくて推し補正ある。まあ確かにそれはそうだと思います。思うんですけれども、気がするじゃなくてさっき入金してきました。早っ。ジュリさんのスツカン当たりました。やった。おめでとう。いいね。資格の試験合格してたよ。お、何の資格ですか？もち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 試験合格。一番多かったね。もうさ、でもなんか私のファンの方っていうか、私応援してくださってる方がなんかすんごいあの当たってらっしゃったから、船ってあの椅子も何ちょっと制限されてるじゃないですか、されてるんですよ席数。そうなのにめっちゃ当たってるから、あ、うちの生誕人気なかったんかもって思って、そう思っちゃったんですけど、でも落選だったっていう方もいてびっくりしました。だから本当に私のことを応援してくださってる方が多いのかなって思って、でもその去年の生誕のやつ、あの去年の生誕のが当たって、そうそう優先みたいなあったじゃないですか。去年当たってたのに今年はダメだった方とかもいらっしゃったらしくて、なんでなんですかねって思った。他のファンが第一希望にするの避けたんじゃない？夜だしその日いっぱい公演あるからかな。なくなったの？あ、違う違う、あのね、なんかありますって言ってたよね。え？これ音おかしい？あ、すんごく眠たい。明日も朝早起きなんですよ。泣きたくなってゴロは。
眠たくて。皆さん明日も応援してます。何時に起きるの？6時半とか？分からん。今日もそんぐらいだったのに。みんなも睡眠しっかりとってね。明日そうだ、ミックスチャンネルさんだっけ、配信あるので見てください。私は回しをしてます。 MC を回します。ブンブンね、いろんなプラットフォームがありすぎてわからなくなっちゃうと思いますが、ね、会員登録みたいなやつも絶対大変だと思うけど、私たちもリハ終わりに配信をするのがちょっと怖いですね。あの本当に髪の毛ボサボサ、ぐしゃぐしゃ、ぐしょぐしょって感じかもしれんけど、頑張りますので見てください。13位ギルスさん、12位コモチンさん、11位ブルーさん、10位ライさんさん、9位夏目さん、8位試験マシンさん、7位坪井祐介さん、6位ゆきさん、5位7位ダムドさん、4位東京 TK 局長さん、3位ジュリーさん、2位エドワードさん、そして1位はドルルルルンちゃん、ジェイポングさん、ありがとう。ジェイポングさん、エドワードさん、タワーありがとうございます。ありがとう。明日の配信は回し MC 役というかこんな感じで出演しますので見てね。また明日。